タマシン・アレン、タマシン・アレンは、アメリカ人の牧師、伝道師、教育者、学校法人、商美学園創立者。アメリカ合衆国インディアナ州フランクリン市出身。1911年に、フランクリン大学を卒業後、選教と奉仕の業を実現すべく、日本語を学び、1915年にバプテスト派の選教師として来日した。東京ミッションスクール校長を経て、 塩釜市、森岡市で女子教育、幼児教育に従事した後、一旦帰国した。この間、塩釜教会塩釜幼稚園においては、園長として宮城県における幼児教育の先駆者である江間秀と共に、キリスト教幼児教育を同地域に根付かせる。1929年に再来日し、1931年8月、久慈市に移り、 1938年に社会館くじ幼稚園を開園した。戦中一時帰国するも、戦後すぐに九時に戻り、社会館九じ診療所を開設し、近隣の医療救済のために奉仕活動を続ける。傍たら、1952年には教育事業を一層充実させるために、学校法人装美学園としての認可を得て、装美小学校を、 さらに1958年には、小美中学校を開設した。これらの小中学校は、1学年の定員が10名で、徹底した、少人数人格教育を行った。また、大野村に、落農センター、岩手落農学校を設立し、落農技術者を育成した。現在は大野村産業デザインセンターとなっている。また、平基地を訪ね、農民福音学校を行った。 1970年4月には、英語英文化からなる、アレン短期大学を開学した。1959年11月3日、市政施行5周年記念にあたり、くじし名誉市民に推挙された。1968年秋の叙勲で組四等随法賞、フランクリン大学名誉文学博士号、厚生大臣表彰。 1960年に日米修行通商100年記念功労米国人、剣賞。1976年6月7日に85歳で死去した。久慈氏とフランクリン氏は1960年に姉妹都市となったほか、アレン・タンダイとフランクリン大学が姉妹校となった。ありがとうございます。